お疲れ様です、こんにちは。まずは前回のラジオランドマークナイン、はいはい、ソウザ選手が多分みんなの予想を裏切るパフォーマンスで勝ったんで、こう予想を裏切られるとやっぱ楽しいじゃないですか。楽しいっていうか、うわーってすげーもん見たっていう感じになるので、本当にメインをそういう風にこう期待を裏切る形でソウザ選手がこう勝ったっていうか、こう締めてくれたので印象残ってますね、はい。井上選手と佐藤選手もやっぱすごい、僕はすごい良かったですね。もう大好物です。最初が大好物です。皆様にいろいろと怒られながら、やったブワカオ対木村実選手の試合ですね。あれ良かったですねいや、かっこよかったですよ。ブワカオは本当にかっこいいと思います。ああいう風に勝てちゃうのもすごいですよね。会場の盛り上がりもすごかったです。はい、格闘技においてやっぱヒールって絶対必要で、ナチュラルヒールがいるってのはいいことだなとは思いましたね。皆さんこんにちは、チャーリー柏木です。4月29日昭和の日に行われるライジン46、今年初めてのナンバーシリーズですね。もうこの内容は盛りだくさんですよ。ベアナックルから日韓戦からタイトルマッチまで盛りだくさんで、もう楽しめること間違いありません。この素晴らしい大会のチャーリーガイドを今からやっていきたいと思いますので、皆様お付き合いのほどよろしくお願いいたします。第1試合、高木亮 VS 西谷大成。前回の神戸大会で組まれていた試合なんですけれども、そのままスライドして4月大会有明大会にスライドしてきた試合になるんですけれども、両者これ20代同士によるライジンのこの若手育成枠っていう部分で入ってくる大事な一戦になると思います。これ高木選手は打撃がすごく強いんですよ。本当に打撃が良くてフィニッシュ率もすごく高くてですね、本当に高木亮といえば右ストレート。そして対する西谷選手はストライカーなんじゃないかと思うんですけれども、しっかりとしたリスリング持っている、グラップラーなんですよね。ストライカーの高木選手、そしてグラップラーの西谷選手が戦うっていう形になると思います。高木選手やっぱこう合わせるのはすごくうまいので、一定の距離が必要なんですよ。じゃあ西谷選手がその距離を潰すというなると、高木選手はどうするのかな。で、西谷選手ってこうすごく思い切りがいい選手なんですよ。自分でやっぱりリスクを負ってこう行くから、まあ当然もらったり引かされてダウンはしたりするんですけれども、逆にそこでダウン慣れしてるっていう部分も一つのキーポイントになるんじゃないかなと思います。高木選手やっぱり合わせるの上手いんで、被弾覚悟で行く、想定外の部分を重ねていって高木選手のリズムを崩していく、こんな形になるんじゃないかなと思いますけどね。第2試合目、山本空 VS イルホムノジモフ。来ましたよ、これまたフェザー級の一戦。これもすごく楽しみなんですよね。2人とも若いですしね。ノジモフ選手はアゼルバイジャンでデビューして、でアゼルバイジャンの試合の中でやっぱりパフォーマンスがやっぱ良かったので、フェザー級だし、これだったりいろんな選手と見たいなって思いが強くてですね、継続参戦という形にはなったんですけれども、身長がむちゃくちゃ高いですし、リーチが長いんですよ。打撃のバリエーションが非常に多いので、こう何でもできるんですけれども、まあ強いてこうジャンルつけるとしたらまあストライカーですよね。で、対する山本空選手は、まあグラップラー。山本選手のいいところはこう常に自分から動いて、その動きの中で流れの中で一本を狙いに行くっていう、この若い2人がこうスタイル VS スタイルっていうところで戦うのがいいですよね。山本選手はグラップラーですから、できればノジモフ選手は寝技付き合いたくないので、足掴まれて倒されやすいんでね、蹴りを出していくのかっていうのは一つのこうポイントになるかなと思います。逆に山本選手はどんどん蹴り出していくんですよ。自分は寝技に行ってもいいわけなんですから、自分は寝技に行ってもいいですし、背中ついた状態からでも技はたくさんあるので、山本選手は積極的に蹴りを出していく、蹴りを出していくことによって自分のペースがつかみやすくなる。だからあとは山本選手は、まあ、金原選手と前やってるじゃないですか。あの試合負けてしまったんですけれども、まあ、話聞くと1ラウンドの早い段階で手折れちゃってっていう風な話を踏まえて、もう一回試合を見直すと、じゃああの試合は参考になるのかなっていう部分は出てくるんですよ。じゃあ片手で、ほぼ片手で戦ってたのかと思って、あの試合を参考にして野島選手はあれって思うかも分かんないです。そういう妙もあるんですよ。次、篠塚辰樹 VS ミスター X。 これはベアナックルルールですね。
ベアナックル FC とはどんなものなのかというと、もう、直訳すると素でボクシング以上。今アメリカですごい勢いで、成長している団体ですよね。それこそボアカオ選手も出てますから。はい、タイでも開催して、タイの名イベントとしてやってるんですよね。実際この会場行ってみに行くから、はい、どうでした？引きました。はい、やっぱ引くんですか？引くっすね。やっぱり今まで見たものの中では一番こう、うわ、見どころが単純なんですよ。それこそチャーリーガードとかいらないです。頭空っぽにしてボヤッと見てたらすごい楽しいと思います。篠塚選手は、はい、もともとボクシングの出身ということで、ボクシング力は多分すごい自信あると思うので、しかもキックボクシングのチャンピオンやってましたんでね、打撃においては全く懸念はないんじゃないですかね。ベアナックルが日本でやるのは今回が初めてです。世界で流行っているものを見られるのがライジン46になりますので、ベアナックル興味あるな、ちょっと怖いけどでも見てみたいなっていうのがこのスリルですよね。本当に怖いもの見たことで、篠塚選手はおそらく見どころ作ってくれると思いますので、ね、ライジンじゃなくても、まあ、ベアナックルちょっとでも気になるなと思ったらぜひこれね見ていただきたいものになると思います。はい、次、中原良樹対ビクター・コレスニック。ザ・ MMA ストライカー同士によるこの一戦、すごいいいですよ。中原選手って柔道ベース持ってるんで、本当にこう言ったらグラップラータイプなはずなんですけれども、殴っちゃうんですよ。パンチ大好きグラップラーでもうまいんです。本当に中原選手パワーもありますしね、フィニッシュもできますし、打撃も当てれますし、対するコレスニック選手もカーフキックから、まあ、蹴りたくさん使えますし、ペースが落ちないストライカーですね。コレスニック選手はこう高出力なんですよ。ずっと一定のペースで攻撃してくる、止まらないんですよ。あなたのことなんて知りません、私がやりたいことをやってるだけよっていうのが、ビクター・コレスニックになるんじゃないかなっていう思いますので、もうずっと手数が出てくる、こう手数地獄、そんなファイトスタイルをこう押し付けてくる。逆に言うと緩急がないんです。ベテランにしかできない緩急をつけるっていうことが、中原選手がビクター・コレスニック対策に一つの鍵になるんじゃないかなと。だからとにかく中原選手はこの一定の出力で前進してくるビクター・コレスニックをどうにか後手に回さなきゃいけない。それどうやってやるんですかって僕も知りませんけど、あともう一個、これ右対左なんですよ。サウスポー対オーソドックスの形になるので、前足が目の前にあるんですよ。ケラモフ選手対ミクル選手、あのシングル、多分入るというかやりやすいんじゃないかなと思いますので、そこのセットアップを中原選手はどういうふうにやるのかっていうのも一つ僕は注目してますね。中原選手はやっぱ体も強いですし、やっぱ柔道の抑え込みが非常にうまいので、分悪いなと思ったら作戦変えてくるかもしれないですよね。で、手前の足シングル行ったら、あ、これ作戦変えてきたっていう一つのキーになりますんでね。でそこで中原選手取れれば勝利への道のりは見えてくるわけですよ。でもこれ取れないとか、取ってもすぐ叩かれちゃうっていうとどうしましょうっていう風になってくるんですよね。ビクター・コレスニック選手は逆にシングル来られた時に対応できるのか、そのまま打撃で自分のペースを押し付けることができるのか、そこが一つの最大のキーじゃないですかね。ビクター・コレスニック選手の攻略はやっぱリズムに乗らせないことなのかな。はい、どんどん行きましょう。次、ブラックパンサーベイノア選手対井上優作選手。これはライジンライト級での一戦ですね。実はすごく興味深いんですよ。これ見どころ実は一番じゃないかなっていうぐらい面白いです。はい、いや、まあそうですね、僕の中です、はい、井上選手もベイノア選手もこれカテゴライズするとストライカーなんです。打撃のファイターなんですよ。でさっきの中原選手と一緒で、井上選手はグラップリングをバックボーンに持つ選手なんですけれども、やっぱ殴るんですよ。打撃が好きで、で KO をたくさん量産してるんですよね。でライジンデビュー戦もストライカー、生粋のストライカーに KO 勝ちしてるんで、ストライカーに通用する MMA の打撃を持ってるってことなんですよね。で対するベイノワ選手は立ち技のバックボーンを持ちながら MMA に入ってきて、今寝技の方を取得してると。入り口が真逆なんですよ。打撃から入ってきた人が MMA に来ました、寝技やってたんだけれども、打撃覚えて MMA 来ました。今同じ舞台に立ってるんですけど、入り口が全然違うんですよね。最強の格闘家の組み合わせは何なのかっていう議論がよく起きるんですけれども、
一昔前まで言われてたのがやっぱレスリングベースを持ってボクシングとムエタイを習う、海外ではそういう答えになりつつあるんですけれども、だからそれをこの試合もまさにそのニワトリ卵問題のどっちを先に持ってるのがいいのかっていう、まあ、一つのこの議論が多分再現するんですよここで。でそんなに実力差はないと思いますので、これだからベイノア選手が1年間一人で武者修行行ったわけじゃないですか。一人で AKA に行ったんですよ。 AKA といえばアメリカンキックボクシングアカデミー、昔からもう本当に虎の穴と言われるぐらい練習が厳しいですし、そこからもう数々の世界チャンピオンが育ってきてますね。もう名前挙げたらきりないっすね。無敗で引退したヌルマゴメノフ選手もそうだし、ダニエル・コーミエチャンピオンでしょ、ルーク・ロックホールドでしょ。レスリングゴリゴリ派なんですよ。レスリングをいかに使って MMA で勝つかっていう、そういう、こう哲学を持ってる、MMA 哲学を持ってるジムなので、まずレスリングです。で、ベイノー選手はそこに一人で行ってきたんですよね、1年間。で、やることもなく、多分毎日もうやらされてるんだと思いますよ。本当に1年前と同じような戦い方で、腕十字で負けましたっつったら、おいってこうなるじゃないですか。だから、1年間修行して、まず相当、な期間ですので、だそこでベイノワ選手の課題だったグラウンドがどこまで強化されているのかっていうのが一つのポイントだと思いますよね。でも久々にこうみんなの前に試合発表の時リング上がってめちゃめちゃマイク滑ってたじゃないですか。オツです。これちゃんと練習してたんだなっていうのはちょっと思いましたね、はい、そっちの腕が下がってるぐらい練習してたのかなっていうふうに超ポジティブで、はい、貧乏寄せしましたけどはい、どんどんいきましょう。はい、次倉本和真対ヤンジヨン、これ日韓戦の一発目ですね。バンタム級での一戦、これはスタイル VS スタイル、組の倉本対打撃のヤンジヨン、もうこれはもう鉄板です。倉本選手もヤンジヨン選手も総合格闘技においての経験ってまだそんなにないんですよ。だから2人とも伸びしろしかないんですよ。完成形がない中で自分たちの強みを最大限に生かした戦い方をやってきてる。組んだら倉本選手、打撃だったらヤンジヨン選手ってみんな分かってるので、自分の強みを押し付けるための土台作り、それどうやってやるんですかっていうのが見どころですよね。一つの鍵になるのがリーチ差が結構あると思うんですよ。14センチのリーチ差がある中で組みたい倉本選手の方が不利なんですよ。ヤンジヨン選手の方が14センチも長いので手出したら届かないです。確実に触れないんですよ。倉本選手がここの14センチをどういう風に殺すのか、籠城戦、お城を守るのがヤンジヨン、近づくなと。でも、外側から攻めて本丸まで乗り込みたいのが倉本選手。ヤンジヨン選手は来てほしくないからどうするか、堀を作るんですよ。城の周りに堀を作るじゃないですか。だからすなわちジャブだったり前蹴りだったり距離を取る。それに対して倉本選手何をまずするかっつったら堀を埋めていくんですよ。でそこをどういうふうに埋めるのか、はい、大阪冬の陣、大阪城の堀を埋めてったんですよ。家康は大阪城が難攻不落だったの知ってたんで2回に分けて攻めたんですよ。で大阪夏の陣冬の陣ってのがあって、夏の陣でまあでもそういうイメージをするとこう遠ざけたい近づきたいっていうイメージではこうストライカー対グラップラーっていうのはそういう作業が起きる。だからグラップラーは必ず堀を埋めていくんですよね、ストライカーに対して。それをどういうふうにやるのか、そこが一つ見どころなのかなと思いましたね、はい、日韓戦一発目、このチームの勢いに乗せるっていう意味では両者ともに負けられない試合だと思いますので、そういう意味でも注目するのは楽しいかもしれないですね、はい、次新龍誠 VS イ・ジョンヒョン、これ日韓戦の第2試合目、フライ級の一戦になりますね。新龍選手はまあ皆さんご存知、グラップラーですよね。このゲーターロールだったり本当にこうレスリング力が強くて、それこそ堀口選手も寝技で一時コントロールしておおってやっぱ会場を盛り上げるぐらいの実力はぐらいというかとても高い実力を持っている選手ですので、ジャンル分けするとしてはやっぱグラップラーですよね。対するイ・ジョンヒョン選手は、打撃のストライカーですね。すごく打撃が速くてコンパクトにこうまとめる
見ててこうストライカーだなっていうストライカーです。なんか面白いなと思ったのは、新龍選手ってライジンで今までこうずっとこう生意気なこう小僧だったじゃないですか。堀口選手、トトソン、殺してやるや、応援お願いします。小僧役で、それこそ所さんとかに怒られちゃったりとか、いろいろとみんなに怒られてる小僧じゃないですか。それよりも小僧が出てきたんですよ。でしかもその小僧に煽られてるじゃないですか。ママボーイ、パパボーイらを踊るのでシャッフ間に出ろ、ちょっと怖いですみたいな。やっぱり今までずっとこう下から生意気な口を言ってた新龍選手は、今度は初めて下から言われる立場になるので、新龍選手のキャリアの中でも年下の人間と戦うの初めてなんですよ。でイ・ジョンヒョン選手も試合中にも結構相手こう挑発したりだったり、冷静でいられるのかなっていう部分はちょっとなんですかね、おまけの要素ですけど、だからイ・ジョンヒョン選手はやっぱ21歳だしストライカーだし、やっぱイケイケなんですよ。ガンガン前出てきます。いや、そういう怖いもの知らずがゆえに、やっぱ動きが大きいんですね。動きが大きくてダイナミックなんですけれども、裏を返せば隙があるっていうことなので、こう本当に一つ一つの小さな要素が勝負の展開だったり流れに影響してくる部分だと思いますので、あとまあ真面目な技術戦のことで言うと、これも左対右なんですよ。新龍選手は左利きで、イ・ジョンヒョン選手はレギュラーオーソドックスなんですけれども、堀口選手と同じ構図なんですよ、新龍選手からしたら。だから大晦日に堀口選手とやってるっていうことが、この試合においては新龍選手にだいぶアドバンテージに働くんじゃないかなと思いますね。次、中島太一対キム・スーチョル。いや、これもうよだれ出ちゃうやつですよ。私は井上直樹対佐藤翔光が楽しめた人はこの試合絶対楽しめます。大丈夫です。井上対佐藤楽しめなかった人、これ見たら楽しめます。大丈夫です。もうそもそもがその日韓戦じゃないですか。でもどっちがライジンファイターっつったら、キム・スーチョルがライジンファイターじゃないですか。だからキム・スーチョルを応援したい気持ちもあるけれども、チーム戦だから中島選手を応援しようかな、どうしようかなっていう、そこら辺のこう心を揺さぶってくる。本当にね、これキム・スーチョル選手は本当に強いです。対日本人過去に9人やってるんですけども、勝率 100% です。こんな日本人キラーに対して中島選手、対外国人のキャリアはすごくありますんでね、全部で多分14試合ぐらいやってるのかな、中島選手は。両者ともにですね、すごくレベルが高くて、もうオールラウンダーなんですよ。どんな状況でも戦えるような、技術を持つこの2人で、強いてそこで分けるなら、やっぱ打撃のキレは中島選手の方があると思います。打撃の中でこうアドバンテージ取るとしたら中島選手なのかもわからないんですよ。だけれども試合のペース設定、あとスタミナですね、あそこはもうキム・スーチョル選手になるんじゃないかな。ほんと止まらないですね。アーチュレット選手が言ってたのが、どこに行ってもキム・スーチョルの顔が目の前にあって、もううざいと、すげえうざかったっつってますね。過去に、キム・スーチョルをライジンで知ってる選手たち、ファンは今までとは違うキム・スーチョルが見られると思います。なぜならばこう中島選手のスタイルが全然違うので、中島選手は打撃が生きるタイプなんですよ。でレスラーじゃない、グラップラーじゃないということは、スーチョル選手はもっと前来れるんですよ。もっともっとうざいストーカーになってくると思います。これはもういかなるところでも、打撃でも寝技でも組でも、その全てのところで高いレベルの攻防、高いレベルの技術の交換が見られるんじゃないかなと。波の満ち引きみたいな、この潮の流れみたいな感じで、こうどういうふうにこの試合が流れていくのか、そういうのが全部楽しめる試合になるんじゃないかなと思ってますんで、はい、どんどんいきましょう。次、牛久潤太郎対太田忍。フェザー級のチャンピオンだった牛久選手がバンタム級に下げてきて初めての試合が太田忍選手です。何のためにじゃあ選手って階級下げるのかっつったら、これもともとレスリングの概念なんですよ。アマレスの概念なんですけれども、水抜きをして自分が試合前に苦労すれば、当日は相手よりも大きい、相手よりも有利な状態で試合を始められる、自分の勝率が上がるために減量するんですよ。だいたい階級を下ろしてきた時って、そう、相手よりも大きく強いはずなんですよ。でも今回っておそらく太田選手にはフィジカルのアドバンテージはないと思うんです。その牛久選手体格はあるかもしれないんですよ。だけれどもフィジカルの強さでアドバンテージはないと思いますね。体重を落としてくると一つ懸念してるのが、やっぱスタミナが減るっていう部分
太田選手はバンタム級でスタミナはお化けじゃないですか。そう考えるとこう牛久選手が萩原選手みたいにやった作戦は太田選手には通用しないんですよ。しかもバンタム級初めて落としたところ、本当だったらフィジカルで有利なはずだけど、そこもない。スタミナに懸念点がある、相手はスタミナある、そこも懸念点になりませんかと。そういうふうに仮定をすると、じゃあどうやって牛久選手太田選手に勝つんだって言ったら、総合力と経験値ですね。で佐藤翔光選手はそうやって勝ったじゃないですか。総合力と経験値でまさに太田選手を攻略した。牛久選手も当然そこがあります。プラス ATT の MMA の哲学っていうものをどこまで牛久選手がこう学んできて、それを試合の作戦の中に入れてくるのか、この3つで勝負ですね。牛久選手は総合力経験と ATT マインド、太田選手は牛久選手の底の総合力と経験と ATT 思考にかなうほどまで成長してきているのかどうか、そこが注目ポイントになるのかなと思うんですよね。今太田選手ってどれだけ強いのって言ったら、ここら辺ですよっていうのが分かるじゃないですか。だからそういうのを見ていると、今の太田選手にじゃあどんな相手が足りないのかって言ったら、経験があって総合力のある選手、すなわちこの相手としては牛久選手ドンピシャなんですよね。太田選手目線でいくと、ここに勝ったらすごい、もうどんどんいけるし、牛久選手化すると、まあ、負けられない相手ですよね。やっぱり新しい新天地で一歩目を、一戦目落とすわけにはいかない。ここで落としたらバンタム級やんなきゃよかったってなっちゃうかもしれないですからね。負けられないってよりかは勝たなきゃいけないっていう試合。牛久選手は前も言ったんですけど、全部そつなくこなせて非常に高いレベルでできるんだけれども、怖さはない、うん、だからこうライジンスイスアーミーナイフ三銃士の大将官でしたね。志田選手、大輝ライトイヤー選手で、今回やっぱ牛久選手、太田攻略の戦略をどのように遂行するのか、僕は牛久選手の作戦がどんなものなのかっていうのが非常に興味あります。めちゃめちゃ楽しみになってきますねこれ。じゃあ最後ですね、メインイベント、チャンピオン鈴木千尋対チャレンジャー金ヶ原正則、トップどころとやらせてもらえないっつってブーブー言っててるところから、一番美味しいチャンピオン来ましたよ金原選手からしたら。2023年はやっぱ間違いなく鈴木千尋選手の年じゃないかなと思いますね。やっぱ大晦日こそ出なかったですけど、あの勢いとあのパフォーマンスは、まあ間違いなく2023年 MVP 上げてもいいんじゃないですかね。日本では雷を落として、アゼルバイジャンでは完全に沈黙させましたからね。この勢いのまま金原選手を倒せるのかっていうのもありますけどね。金原選手みたいなベテランってそもそも勢いでは倒せない選手たちなんですけどね。クレベル選手は鈴木選手に勝ってるじゃないですか、まあ、ノーコンテストですけれども勝ってる。クレベル選手に金原選手は勝ってる。で鈴木選手と金原選手やったら、普通に考えたら金原選手勝ちますよね。わかんないけど、そうなるかもわかんないですよ。そうなるかもわかんないんですけれども、わかんないです。ベテランが、これもう金原選手がベテランの味、どういう風にやっていくのか、詰将棋をやっていくんですよ。一個一個相手の手を潰していく。で、自分のセーフティーゾーンを広げていくんですよ。自分の陣地。で、鈴木選手はやっぱり相変わらず、あんまどうでもいいっすよーっつって、ドカーン。もう、なんか鈴木選手の、なんか喋ると僕もなんかそんな風になっちゃうんですね。どうでもいいっすよ、そんなもんガーンっつってゴーンってやればいいんすよ。はい、どんな事前の予想とかあれも全部無理しますからね。そうですね、本当にそういう風になるっていう風に仮定しても、今ここでやめてもいい。はい、金原選手がこうベテランがやってくる詰将棋っていうものを小賢しいっつって、圧倒的パワーでもう蹂躙する。いや本当にすごいですよね。だからそういうことができるのも鈴木選手だし、そういうことを やってきたから今チャンピオンだし、鈴木千尋選手っていうのは本当にこう不思議で魅力的ないいチャンピオンだなと思いますよね。大丈夫じゃないのと思いながらもドキドキさせてくれる鈴木千尋選手はやっぱり本当に素晴らしいプロの格闘家だなと思います。勝負の鍵はやっぱ金原選手は寝技に絶対持っていくと思うんで、やっぱ寝技のコントロールっていうものは金原選手本当に日本トップレベルも随一だと思いますので、テイクダウンすればそこがさっき言ったセーフティーゾーンにもなるわけなん で鈴木選手はそこを上げない、
絶対そこのセーフティーゾーンを上げないっていう部分が一つの課題なのかな。倒されてもすぐ立つ、だから金原選手が、まあ、最終的には分かんないですよ、もしかしたら打撃で金原選手も打撃もできますんで、金原選手が打撃当てて勝つかも分かんない、それも十分あるんですよ。金原、あの鈴木選手もあの結構あのディフェンスは甘いので、あのうまく金原選手が全然当てるっていうのも全然あると思いますし、庄司選手に KO 負けしてますからね、鈴木選手も打撃も鉄壁ってわけではないと思うので、打撃で勝つかもしれない、だけれども最終的に金原選手って打撃ができるのも寝かしたら俺勝てるしっていう、そこの拠り所があるからなんですよ、まあ、最悪寝かせやいっかっていうどっかで余裕があるから打撃をやることもできるし、でもそこの余裕を取り上げられちゃった時に逆に自分が詰将棋をやってったのに逆にされちゃった、手詰まりになっちゃったっていう可能性になるかも分かんないですね。金原選手は自分でやることをやる、でそこを跳ね返せるのかどうかが鈴木選手のにかかってるんじゃないですかね。詰将棋に挑んでくる金原選手、俺は将棋なんてやってんじゃねえんだよって5番をこうやってひっくり返す、将棋じゃねえっすよ、あこれどっち勝つんだろうな、分かんないっすね本当に。大体グラップリング強い人の方が有利だって思うんですけども、まあまあその勝率的な話を言うと勝率は多分高いと思うんです、金原選手の方が。ベタベタな言い方ですけど一発で全てをひっくり返す、そういうことができるのが鈴木千尋選手、最後の1秒までドキドキワクワクできちゃうんですよね。ライジンのフェザー級のベルトは本当魔性ですよ。で海渡ってますからねこのベルト、いや大した経験してますよこのフェザー級のベルトは、本当に魔性の本当に厄介なやつですね。鈴木選手の腰が気に入ったのか金原選手のところに行きたいのか、ベルトのみぞ知るですねこれは。最後までご視聴いただきありがとうございました。ライジン46は本当に見どころがたくさんあって、日韓戦からベアナックルまで、そしてタイトルマッチまであるので本当にたくさんの見どころがある素晴らしい2024年初めてのナンバーシリーズにふさわしい大会だと思います。ペーパービューは前日28日までであればお得に買うことができますので、この動画を見てぜひペーパービュー買いたいなと思いましたら今のうちに買っていただいた方がお得です。ライジンを観戦してゴールデンウィークに勢いをつけましょう。それではご視聴ありがとうございました。